農地改革は農地の所有者の変更や法制度の変更など農地をめぐる改革運動の一つ。農地解体あるいは農地解放とも称する。一般的には1947年 GHQ の指揮のもと日本政府によって行われた農地の所有制度の改革を指す。もともと日本の官僚の間には農村の疲弊を打開するために 地主制度を解体する案はあったが、財界人や皇族、家族といった人。1945年12月9日、GHQ の最高司令官マッカーサーは、日本政府にスキャッピンマイナス411、農地改革に関する覚書を送り、数世紀にわたる封建的圧政の下、日本農民を奴隷化してきた経済的失告を打破することを指示した。これ以前に、日本政府により、 国会に提案されていた第一次農地改革法は、この後 GHQ に拒否され、日本政府は、指示により、徹底的な第二次農地改革法を作成、同法は1946年10月に成立した。正確には、農地調整法の改正と実作農、創設特別措置法である。この法律の下、以下の農地は、政府が強制的に安値で買い上げ、 実際に工作していた小作人に売り渡された。また、小作料の物納が禁止され、農地の移動には農地委員会の承認が必要とされた。農地の買収、上渡は1947年から1950年までに行われ、最終的に193万丁部の農地が237万人の地主から買収され、 475万人の小作人に売り渡された。しかも、当時の急激なインフレーションと相まって農民が支払う土地代金と元地主に支払われる買い上げ金はその価値が大幅に下落し、実質的にただ同然で譲渡されたに等しかった。譲渡された小作地は1945年11月現在の小作地の8割に達し、 農地に占める小作地の割合は46%から10%に激減し、高地の半分以上が小作地である農家の割合も約半数から1割程度まで減少した。この結果、戦前日本の農村を特徴づけていた地主制度は完全に崩壊し、戦後日本の農村は自作農がほとんどとなった。このため、 農地改革は GHQ による戦後改革のうち、最も成功した改革と言われることがある。一方で、水田、畑作地の開放は実施されたが、林野開放が行われなかったことから、不徹底であったとされる。ただし農地を失い困窮した地主が、山林や牧場を売り払ったことで、結果として開放された場所もある。この農地改革をめぐっては、 施行されたばかりの日本国憲法の第29条、第3項に反するとして、一部の地主が正当な価格での買い取りを求め訴訟を起こしたが、第29条第3項でいう正当な保証とは、市場価格とは異なるという解釈がされ、請求は帰却された。この農地改革は、当時日本の有職者の約半数が農業従事者であり、同時期に施行された。 選挙権の大幅拡大に連動されていた側面もあった。当事者によれば、ナチスドイツの世襲農場情報も、反とした、反共政策としていいとされており、政府や GHQ もその勢力拡大を警戒していた、日本共産党や共産主義の力を大幅にそぐ、ことになった。従来、賃金労働者と並んで、共産党の主要な支持層であった水でも及び、 は作地の小作人の大部分が自作農、つまり土地資本を私有財産として持つようになり、その多くが保守系政党や戦後保守に取り込まれたためである。結果として小規模農家が主流となり、大規模化、効率化が遅れたという指摘もある。2000年代以降の少子高齢化により担い手が不足し工作放棄地が増加したため、政府は 農地中間管理機構を組織するなど、農地の大規模化や法人経営を促す方針に転換している。中国では1946年5月に中国共産党中央執行委員会が土地政策に関する指令を出して農地改革に着手。同年9月13日には従来の不能等に対し整形維持に特に必要な財産の保有のみを認め、 地主の土地所有権を無効とし、地主や不能等の所有していた家畜、農具、食料その他の財産を没収する処分が行われた。第二次世界大戦後、ドイツではユンカーが所有していた農地をソ連赤軍に占領されたことで徹底的な農地改革が行われ、ユンカーも完全に解体されるに至った。政治的には成功したかに見えた政策であったが、大規模経営が 世界的に主流になる中で土地の所有者が大幅に増加した日本の農業は機械の稼働能率が低く、兼業農家が多くを占めるようになり、先進的な農業の担い手となりうる中核的農家が育たなかった。戦後の食料自給率は大幅に低下し、先進国の中では最低水準となっている。また、都市化優先政策と食感制度温存による 米優先農政により、次第に日本農業は国際競争力を低下させていくこととなる。農地改革で大地主が減り、面積あたりの土地の所有者が増えたことで、都市開発や道路建設等の用地買収交渉の困難化や長期化を招き、社会資本整備の遅れにつながった。地主と尾崎実の民族が異なる場合は、土地所有権が他民族に移ることになった。 中国の内モンゴル、水塩省などのモンゴル人地域では土地を掘ることを意味嫌うモンゴル人の放牧地だった土地を漢民族入植者が借地して農地として開墾していた。これらの土地は農地改革により遊牧民族のモンゴル人から農耕民族の漢民族へ土地所有権が移ることになった。ありがとうございます。